昨日ね、なんかね、手紙が届いてね、全部文章がね、英語の文章だったの。海外のリスナーさんから手紙届いたのかなと思ってね、それを訳してみたら、エホバの証人の勧誘の手紙だったんだよ。怖かったね。水木だっけ、なんだっけ。水木とかいうおばちゃんかな、多分。怖いよね。だからビリビリに破いて捨ててやったわ。そう、わざわざ英語で。プルル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 ル
くさ。どうしよう。嫌な予感しかしないんだけど。なんか寝てるっぽいよね。だってこの時点で連絡来ないってことは家出てないってことでしょう。明らか。もう一人で始めるか。一人で悲しみの焼肉。だって昨日夜中にね、ダリーって言いながらね、ドンキ買い物行って、本当はね、焼肉なんかしないでね、家にあるものを作ろうってね。でも、ゲストが来るから、焼肉とかね、豪華に接待しましょうって。で、ちょっと疲れてるけどね、ドンキ歩いて行きましょうってみんなで行って。朝起きて準備して化粧までしてお掃除までして、いい根性してるわね。10年配信してんのに、お釜だからって舐めてんのかな？あ！ひろちゃらくんだ。めっちゃすいません。今起きましただって。オッケー。おはよう。ずいぶんと、遅い。気象ですね。気象。おはよう。ずいぶんと遅い。気象ですね。今回は、残念ですが、また日を改めてでいいので、なんだろう。改めてでいいので、今回はまた日を改めてでいいので、ぜひ、ぜひ、コラボ、よろしく、お願いします。毎日、配信、大変
きよつおきをつけてご自愛ください。Hey! いや、いいよいいよ、本当に来なくていい。もう時間があれだから。一人で焼肉やるわ。一人で、一人ぼっちで、しょうがない。まあ、連絡来ただけよしにしよう。で、本日ご用意したものこちら。黒毛和牛国産。こちら1パック1580円。こちらセットですね。カルビとかロースとか、入ってるのかな？これはちょっと安いかな。国産牛肉、カルビ焼肉バラ。ね。佐賀牛、こだわり和牛切り落とし。こちら 186g、967円。佐賀牛。ちょっと安いね。アンガス牛。アンガス牛、カルビ焼肉用。これ610円。安いっしょ。アンティエ、レモン&パセリ。エリンギ。シシトウ。ピーマン。もやし。ナス。と、人参。と、焼肉のタレがこちらですね。じゃん。じゃん。こちらで焼肉をやっていきまーす。もうこれ食べれるかな？ししとうとかちょっといただきまーす。うん。うまい。うまい。もうちょっと焼いた方がいいかな。もうちょっとね。人参もうまい。あ、こっちがバジルだ。いただきまーす。バジルソルト。うん。これ美味しいね。美味しい美味しい。レモン&パセリでしょ。まあ、責任者はよく言われる。ピーマン。あっか。すでにお腹いっぱい。そうなんで、昨日ね、ちょっとね、失敗しちゃってね。シャウッセン。どうでしょう。CM は間違ってないかな。シャウエッセンうまっ。おいしい。ちょっとキノコ食べてみる。キノコ。コメントかけなくなるわ。いいねー。いい音。いいねー。おいしい。
美味しい、アンガスビーフ。5万円 ?5 万円なのこれ。5万円の傘だってよ。ひぃー、あ、6600円。あ、でも高いね。でもね、ぶっちゃけね、飽きてきた。一人だと、あんまり美味しくない。いやー、美味しそう。うん、柔らかい和牛、美味しい。うん、うん、これアバペペルンベ新宿からだとさ、さあ国産のカルビ、うん、柔らかい、もうとろけちゃう。でもちょっと私はしつこいね、もうこれでいいやって感じ。これ結構硬い。あ、うん、おいしい。あれ、トラブルメーカーなのかな。うん、ごちそうさま。もうお腹いっぱいだから。